26歳新卒4年目、えー、先日退職前の有給紹介について質問したものです。上司から有給拒みは無効であり、老期に相談するのがいいとお答えいただいたんですが、実はその上司にうっかり転職先を喋ってしまいました。この場合、転職先に悪い噂を流される可能性があることを考えると心配で下手に動けません。明日老期に向かい、えー、その相談内容を後日上司に伝える予定ですが、万が一悪い噂を、えー、封じる方法を流されても大丈夫な方を教えてくださいますかといことなんですが、えー、結論から言います。えー、っとね、他人の会社からの情報で、それだけで他の会社の人事に影響を与えるような会社だったらそもそも行かない方がいいです。それってだって自分 の会社で自分の社員の処遇とかそういったものすら決められないってことじゃないですかそんな会社ないんで大丈夫ですよよほどクソみたいな会社とかえあとは完全子会社とかえじゃない限りは普通はあのそういう扱いって受けませんのであのそれ取り越し苦労ですはい全然関係ないと思います全く関係ないんではい概要欄とコメント欄から d ラボとオーディオブックは無料体験できますぜひチェックしてみてくださいそれではバイバーイ